いやさかツアー第1弾、平立神宮。今回は神道の心を伝えるバスツアーで集まった神社ファンを引き連れ、到着した場所は熊本県にある平立神宮。九州のへそと呼ばれるこの神社で日本の素晴らしい精神を学びに訪れました。西郷隆盛で国と喧嘩したんです。で、国と喧嘩した人をね、やっぱ祀るんです。これはね、日本独特なんですよ、だから1000年経っても許さないというですね。日本はね、悪意は許すんです。今回ナビゲーターを務めるのは小坂先生、そしてアシスタントに八百万の神オラクルカード公認インストラクターのキコちゃん、そして今回参戦していただく生徒の皆さんです。今回訪れた平立神宮は九州のへそと言われ、数千年前に大陸から渡ってきたと言われる五色神の仮面があります。毎年行われる五色神祭、そして5年に一度行われる五色神大祭には、世界五大陸から五色神の代表が集まり、世界平和と人類和合のお祈りを捧げているのです。またこちらには屋久杉の次に長い樹齢とも言われている杉もあり、専門家の調査では樹齢6000年とも7000年とも言われています。まさにパワースポットの一つです。この番組はご覧の提供でお送りいたします。神道ドキュメンタリー DVD 発売。熊本県平立神宮を舞台に日本の精神に迫る。そこには教えはなく道が存在した。華道、茶道、柔道、剣道、武士道、その道中でもがき苦しみながら答えを見つける、それが神道。道徳はね、一言で言うたらね、世のため人のために役立つ人間になることを思ってます。他に出してできるものは素晴らしいと思うんですよ。そう、だから、ね、金では買えないものが素晴らしいんです。神道とは何なのか、日本人らしさとは、この DVD にその答えがある。神道ドキュメンタリー DVD 4980円、お申し込みは匠プロモーションで検索。さあ始まりました、八坂ツアー第1弾、今日は熊本県平立神宮に来ております。今日のツアーズの皆様です。はい、さあこちらに祀られている神様、平立神宮の神様ですね、ご存知ですか？知らない。はい、ではご紹介いたします。カムロギ、カムロギ、アマテラス大御神、そして、雨の御中主、阿蘇十二神の神様になります。先生、カムロギとカムロミって何ですか？はい、良い質問ですね、はい、あの古事記には出てきませんけれども、祝詞の中にあのカムロギ、カムロミというのが出てきます。今日はですね、後であの春木宮司の方にその点をですねじっくりお聞きしたいなと思っております。はい、では最初に、この神社どうやってできたかご存知ですか？知らないですよね。ではここで質問です。こちらに書いてある3つの中から選んでいただきたいと思います。1、集会所。2、米蔵。3、お墓。わかる方。お墓とかじゃない。違う。集会所。集会所。集会所。町の集会所みたいな。そんな感じ。集会所多いですね。ですね。正解は米蔵です。あら。あの、もともと日本人にとって米というのは命そのものでしたね。ですから、あの命のように祀る、ね。だから神様のことを御事と言うんです。はいはい、で昔は米蔵を祀ってたんですね。で御神体というのはもともと山にありました。だから多くの山が実は御神体なんです。でそこから神様をお迎えして米蔵に鎮座させて、でそこにお祈りするところから神社が始まったんです。へえ、はい、そうなんです。そもそも神社とは米蔵でした。だから高床式なんです。その昔稲に神が宿ると考え、稲の守護神と共に米蔵に祀っていました。やがて米蔵から神が鎮座する社殿へと転化していき、今の神社ができたのです。でそこにいるあの神社の、神様のことを何というかご存知でしょう？
神様のこと。神社の神様。はい、わからない。神様のことを祭神と言います。御祭神、お祭りの神様言うでしょ。だからどこの神社もですね、皆さん神社に行ってるんじゃなくて神社の神様に会いに行ってるんでしょ。ああ、そうでしょ。例えば安産祈願に行くのに、ね、あの商売繁盛の神様がいるところに行ってみたりとか、これまるでですね